まあ、自分のこだわりっていうのはすごいあって、これが自分の表現だとか自分のしたいことはこうだっていうのがすごい強かったんですけど、なんかねやってるとどんどんこういろんなものを受け入れられるようになってくるっていうか、人のやってるこういうところとかこういうスタイルが、あ、これも悪くないなっていうことがだんだん分かってくるっていう感じで、でもそれってなんかこうもともととんがってたのにそれがなくなってしまったというよりは、より自分の本当にしたいことっていうのが人のことが分かることによって、自分のこれだっていうものが見えてくるんだなというのをちょっとだけ気づいてきたかなっていう。僕はどっちかというと変わってないかもしれない。まあ、結成の当時から気持ちは変わってないけど、なんか自分の表現をいかにみんなに伝わりやすくするかっていうところをちょっとずつなんかこの8年で成長させてきてて、どういうことしたらみんなが喜んでくれるかなとか、なんかこう内にこもってたものをエネルギーをこう外にどんどん出せるようになってきたっていう、それがもう劇的に変わったことで、結成当初はよりはすごくこう自由になったなと思います。なんかこう音楽はこうじゃなくちゃいけないとか、なんかいろんなこうなんか余計な要素がいっぱいあったんだけど、今はすごくこう音楽っていうものはその自由なものとして捉えて、すごく自由に演奏できるし、なんかその接し方ももう本当様々に、できるようになりました。うん。